ございます。川原京子のプラモに埋もれたい超ド級戦艦武蔵第2回目でございます。よろしくお願いします。ですね、これが完成する予定なんですけれども、今のところできてるのはこれくらいですねこの物消しにも満たないものを前回放送で作らせていただきました。いやいやいや、楽しかったですね。今日はこの部品からさらに進みまして、中央構造物の組み立てしていきます。中央構造物っていうのはこの環境の部分と、さらに、12.7センチかな、はい、12.7センチ連装広角砲を取り付けていきます。あとですね、こちら、はい、デッキの部分に色を塗っていきます。はい、では早速今日もよろしくお願いします。ですね、まあ、中央構造物、土台になる部分切り離していきます。あんまいい音しなかった。この中央構造物に 12.7センチ連装砲、連装広角砲を取り付けます。6つつきますね、これは。で、はい、まあつけていきましょう。土台をまず切り離していきます。だいたいですね、実寸で1センチに満たない7ミリ、直径7ミリぐらいの円ですね。これをまあ切り離して、土台を切り離していきます。前回のですね、鉄を踏まえまして、前回は3つパーツ探すので30分ぐらい終わっちゃったので、全部黄色いペイントで目印をつけてきました。はい、じゃあまあまあ粛々と切り離していきます。あ、よろしくお願いします。Love Station